皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室レッスンの制約ロジックを知る、お客様が欲しいものを売ってはいけないというテーマについてお話をしたいと思います。今日はですね、実は私が主催するリビング企業アカデミーっていう、まあクラス、グループセッションですね、まあセミナーといえばいいでしょうか、そちらの講座がある日だったんですけれどもね、こちらの方で、まあ最終回、ワンクール6回なので最終回っていうこともあって、集客をメインでもちろん私は教えていますが、しかしですね、それに伴って、今回私が出版した本のテーマである制約ですね、ここも結局うまくいかないとですね、結果として収益化していかないっていうのがあるので、今期からですね制約のこともお伝えするようにしたんですよ。それで、皆さんが実際に実体験でどういうシーンで制約に結びつきそうだったのに結びつかなかったかっていう体験談とかですね、あとは制約になったのにその後突然キャンセルをされた、その理由はどこにあったのかとか、まあ、そういう実際の実例をもとに、まあ、私が解説をしていくという、そういうセミナーというかレッスンだったんですね。でこれっていうのはですね、なぜかというそのロジックなんですけどね、それがわからないと同じことを何度も繰り返すことになります。同じことを何度も繰り返すということはずっとそのタイプのお客様は制約しないということになります。ですので細かい事例はつどつどいろいろ出てきてしまうのであれなんですけれども、基本的な考え方を知ることによって、ずいぶんそのあたりの、キャンセル回避であったりとか制約率が上がっていくとか、そういった部分に貢献するのかなと思いますので、私は経営全般の見るコンサルタントではありますが、今回はですね営業的な観点から制約っていうものの、タイミングと、お客様とどういう形でコミュニケーションを取っていったらいいのかって、このあたりを中心に今日はお話をしてみたいと思います。まずですね、今日のサブタイトルです。お客様が欲しいものを売ってはいけないという、これについて最初にねお伝えするんですけれども、お客様が欲しがってるからそれ売るよねっていう話とちょっとだけ違う話になるんですけれどもね、お客様っていうのは顕在ニーズと潜在ニーズって言って、要は見えてる自分も理解しているニーズがあってっていうものに対して、答えていくものの売り方とですね、本当はそれを解決するのにその方法じゃなくてもいいんじゃないっていうところまで思いが至る人に関しては、もっと違う提案ができちゃったりして、そうするとかえってお客様にはその方がいいような場合とかだったりするとものすごく感謝されるんですよね。自分でこれが欲しいと思って申し込みをしてきてるのに、それじゃない違うこう角度からですね、それをこう提案されると、でしかもそれが自分が買おうとしてたものより安いものを提案されると、そのギャップは感動と感謝に変わりますよね。ですから悩みの解決をしていく、ないしは欲しいと思っているものは何かを解決したいから欲しいということがある前提になった時に、お客様と結局同じ土俵に立ってしまうとですね、提案がこれが A という商品が欲しいです、あ A ですね以上っていうこれ一番簡単なんですけど感謝はされないですよね。だって A が欲しいって言って A を売るだけですからね。これ別に自動販売機でもいいじゃないかっていうところなんですね。ここに人がいるっていうことは何かしらプロとしてもうそのお仕事をしてるっていうことはプロなわけですから、そのプロとしてのアドバイスっていうのがどうしても必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だから今からね解説するんですけど、お客様が欲しいものを売ってはいけないっていうのはどういうことなのかっていうことを、これから解説していくんですけれども、質問力とかも結構必要になってくる範疇になるので、
今まで短絡的にね、お客様がこれが欲しいです、ないしはこういうレッスンが受けたいですとか言ったらね、そのまんまただ要望を聞いて作るだけじゃなくて、一歩ちょっとうんって立ち止まって考える癖をつけた方が、世界が広がるし、自分にとっての、まあ、時間管理の最適化もできるし、お客様にとってもですね、もっといい案が出ると感謝されますからね、そこを一緒に探るっていう手間を惜しまないっていう姿勢が、まあ、大事かなというふうに思っているので、まあ、その解説をしていきます。まずですね、まあ、これは例え話とかでよくある話なんですが、まあ、ドリルではなく穴を売れっていう、まあ、そういう言葉が、ね、あるような逸話なんですけれども、まあ、あるその、お客様がですね、電動ドリルが欲しいということで来店されるんですよね。でその時に対応した店員さんがですね、あ、電動ドリルですねということで、でちょっとお伺いしますが、何か困ってることがあるんですか、電動ドリルを買いに来た事情と理由を、まあ、一言聞くわけですよね。でここで例えば電動ドリルが欲しいって言って、そのドリルの売り場に対して、そのここに A というドリルがあって B というドリル C があります、この性能はこれであれでっていう説明をするようなタイプと、まあ、そもそもの根本的な解決をするっていうことでは、まあ、なんでドリルが欲しいんですかっていう話とかをね聞いたりすることが、切り口がまず変わってきますね。そしてそのお客様は困ってるわけではないんだけれども、ベニヤ板に穴を開けて子どもの工作を手伝ってやらないといけないっていうことで、でその穴を開けるために電動ドリルが欲しいっていうことで、そのお客様としては穴を開けるためには電動ドリルを買うしかないというふうに思っている、分かりやすい潜在ニーズですよね。だからドリルを買うんだ。でそうするとその店員さんが今度、具体的にはどんなベニヤ板で何枚ぐらい必要なんですか、でお客様がこれぐらいの厚さで大きさはこれぐらいで、それを数枚作る必要がある、穴開けた状態でね。でその後です、その店員さんがということはドリルは今回しか使わないわけですよね、1回のためだけに買うのでは、まあ、もったいないと思うので、当店ではその穴を開けた、ね、状態の、ね、ベニヤ板、加工済みのベニヤ板を作ってお渡しするというサービスもあります、でそれが一番いいと思いますけどいかがですかっていう話をして、あ、そんなことしてもらえるならぜひお願いしますということで、まあ、商談まとまるわけなんですけど、一瞬は売上高は下がります、ドリルよりも穴開けた板の方が安いですからね。だけれどもこのお客様が本来本当に欲しい生活の絵としては、ドリルはそれ以上今のところ使うのが見当たらないっていうことになったら、まあ、その提案がこちら側としてできるのであればしてあげるっていうのは、お客様の本来欲しいものの要求に対してちゃんと答える回答だったっていうことになるわけですよね。だから、まあ、感謝されますよね、はい、だって売上より安いものになっちゃってるごめんなさいみたいな形かもしれない。でその人が今度本当に何回もドリル使うことになった時にはきっとこの店に買いに来ると思います、その時そういうふうに親切に言ってくれたからみたいな感じで、まあ、その時にはちゃんとまた違う目的を持った状態で、この目的のためにドリルが欲しいですってきっと多分言うんじゃないかなっていうふうには思うんですけれどもね。ですのでこの逸話は 何なのかっていうと、要はお客様が本当に欲しいものは何なのかっていう視点に目を向けられるかどうかっていうことなんですよね。なのでもちろん例えば教室のレッスンとかで申し込みがパンと入ってスパンと入るっていう状態が普通にできてる人はまあ何ら問題がないんですけれども、ちょっと高額商品だったりとか、販売するのが難しいちょっとニッチなものですね、あまり世の中に知られてない新しいサービスとか、そういうものを販売するときには、そのお客様がそもそも見つけてくれるかどうかわからないっていう場合にはね、こちらから説明をしなきゃいけないようなケースとかもあるんですけども、こんなレッスンがありますとかっていうだけでは当然全然その内容が伝わらないわけですよね。なのでそのお客様なしや生徒さんがですね、なぜその教室のその講座に通わなくてはいけないのか、で通うとどんないいことがあるのかって、まあ、これを最初に理解するっていうのは大事なんですけれども、
そのお客様が口に出している言葉の裏にある内容ですね、これをきちんと把握するっていうことが、あの企画、新企画を作る時とかにものすごくこう大事なあのヒントになっていく部分なんですね。で、今日もお昼休みにちょっとだから話をしてたんですけれども、日程調整をね、お客様から、まあ、体験というかレッスンかなをやりたい、である日付は満席でしたと。で、違う日程をご案内したら、まあ一人で通うのは嫌ですという話ですね。で、誰か友達と一緒じゃないとっていうふうに言っているという話が あった、まあ、私のねクライアントさんとの話で、そういう方がいるんですけどっていう話をしたら、まあそのまんまの額面通りの言葉で受け取ると、友達がいないとダメなんだねっていう事実なだけなんですけど、ここの話の中で私2点ほど質問したのがですね、なぜ一人では嫌なんでしょうっていう話です。そしてそれは友達と一緒じゃないと絶対に困るんでしょうかという話を聞いてみたんですよね。要は一人のその人のためだけにレッスンをね構築するっていうのは、まあ何人も見えてればいいんですけれども、まあ非効率なので、その一人がいいっていう事情と理由を知りたいなと思ったんです。で、それっていうのは実は一人っていうか、一人じゃ嫌だっていう、ごめんなさいね、一人じゃ嫌だっていう、要は友達と一緒じゃないと嫌だっていうのが、何か過去に嫌な思いをしたことがあるのかとか、まあ、単純に二人の方がワイワイして楽しいからっていうことなのか、いろんな事情と理由はあると思うんですけどね。一人じゃ嫌だっていうのを指定する人は、多分 大きな理由と事情が大体あるものなんですね。で、理由はって言ったら、いや分からないですって言って、じゃあその本人は なんか違うことを言ってるって言ったら、本人とは話してなくて一つ手に聞いてるだけっていうふうに言ってたん でちょっと一度その本人と話した方がいいですよ、本当の望みは違うところにあるかもしれないから。友達と一緒がいいっていうその意味ですね、そのレッスンと関わるその意味が分かって受け入れた方が多分もっといい提案ができるかもしれないしとかいう話をしたので、額面通りの言葉で受け取らないっていうことですよね。もう一つ事例があったのが、まあ、生徒さんからこれこれこういうのを習いたいからって言って、需要があるかどうか分からなかったみたいなんですけど、まあ、望まれてるので、まあそれをじゃあレッスンとして立てようっていうことで、集客がうまくいかなかったっていう話を言ってたんですね。で、その時にその講座がですね、そもそも、まあ、その人のためだけにもちろん作るっていうことで、パーソナルで受けるんだったら何ら問題ないんですけど、パーソナルの時間を割くほどの金額ではないんですよね。安いっていうことです。だからそれなりに単価いただけてるんなら、もちろんプライベートレッスンっていう形で受ければいいだけなので何ら問題がないんですけれども、まあこういうのを習いたいからって言って、まあ自分の技術もできなくもないから一回やってもって、まあ、軽い気持ちでやったみたいなんですけど、とするとその先生がそれ以上自分で集客ができなかった場合には、その1日が1人のために潰れるという形になるんですね。その後何か違うことにもちろんつながっていく可能性もあるんですけれどもね。だからその時に考えなくてはいけないのは、その講座が今の自分の教室の本筋の内容にそもそも合ってるのかっていう話ですね。で、ずれすぎてるようだったらそもそもそれは受けない方がいいし、本筋からはそんなにずれてないけど人気がないかもみたいに自分が思う場合には、まあ、自分のメルマガ読者さんとか、自分の生徒さんとかちょっと打診してみて、 2,3 人は集まるかなっていう目処がついたところでやっぱりやっていくっていうのが一番安全パイですよね。だからそのひと手間をかけられてるかどうかっていう話と、言われた通りにね、ただやるだけっていうのはもう本当に御用聞き状態なんで、私営業指導、営業部長だったんで指導してた時に、まあ、御用聞き営業っていう、まあ、言われたことをはいやりましたっていうね、子供の使いって言ってるんですけど、そのタイプの営業だと長い関係はやっぱ続かないですね。
で、企画提案型の営業っていうのはお客様が要望している。だけれどもこっちはプロですから、さらに付加価値をつけた、しかも儲かるようないい提案をできるかっていうのが営業マンがいる一番の醍醐味、担当がいるっていう一番の醍醐味になるので、そこを想像しながら作っていくことができない営業はやっぱり数字を作ることもできなかったし、長期的な長い関係性をその法人さんと築いていくことができなかったんですね。で、これは法人だからっていうことじゃなくて、個人でも同じことが言えます。だからその個人の人の一人のためにどれだけ自分がその人の情報を知って聞き出して、で、かつ、その人が一番喜ぶ提案をピンポイントでできるかどうか、ここがやっぱりその後の関係性であったりとか、まあ、選ばれる一つの基準とかになっていくケースが多いんですよね。だからその人が表面上言ってることだけを鵜呑みにしないっていうことですね。裏側にある本質は何なんだろうっていうのを、その問題解決の時にはですね、本質の肝の部分を聞かないと解決のための手段が狂ってきてしまうので。まあ、さっきみたいな一人では受講したくないとかっていう部分がね、まあ、だからそういう方はそれでも受けるのかっていうところも出てくるんですけれども、まあそういう話とかで、お客様からのリクエストが、まあ、その後自分の大きく何か拡大をしていきたい、ないしは自分の本筋のものとものすごく合ってるし、みんなも喜ぶよねっていうのが分かってて、ある程度も集まるかな、ないしは集まんなくても、その人一人のためにだけだったらやってもいいって自分が思えるような内容だったら、まあ、やったらいいと思うんですよね。そのあたりを考えもせずにやっぱりポンと受けてしまうと、どんどん忙しくなって、まあ時間が足りなくなってしまう。まあ、この先生が時間がたくさんある方だったらよかったんですけどね、時間がもともとない上に、まあ、それを受けるということを判断してしまったので、まあ、そこの出だしのそもそも論と、その人が本当に望んでいることは何なのかっていうのを、まあ、聞いていく。で、毎回毎回あまり別に重たく聞く必要はないんですけど、ピンポイントで聞いていく必要はあるっていうことですね。だから何か問題解決とか何かのせいでそれ以上先の話が止まってしまっている時には、大概その短絡的な回答じゃなくて、お客様が欲する本心の部分に近いところを聞き出さないと本当にいい解決案が出てこないですね。で、あともう一個あったのが、例えば支払い方法ですね。支払い方法とかも、まあ、ちょっと高額なレッスンの時にですね、まあ、回答は後日いただけるっていうことらしかったんですけど、その待ってる間の方の先生ですね、回答を待つ側の先生が、待ってる要因、すぐに回答できない要因は何なんですかって私が聞いたら、支払いの方法だと思いますって言って、分割を希望されてるんですかって言ったら、分割希望してます。で、分割を何で希望してると思ったんですかって言ったら、分割は何回ぐらいとかができるんでしょうかみたいな話をした時に、まあ10回ぐらいが皆さん多いですけどみたいなことを言ったって言って、それで一旦話が終わってるらしいんですよね。だからであれば、もうそこがクリアすれば決まるっていうのが分かっていればとても簡単で、分割払いの方法、何パターンか、何回の時に月々いくらでいくらになりますよ、10回だったらこれですよとか、まあ、最長何回までいけるのって言って、支払いモデル例を実際に伝えてあげて、これはモデルですけど、ご要望の回数、ご希望あれば教えてくださいと言えば、多分ご希望を言うはずなんですよね。で、そのご希望が自分が受け入れられるか受け入れられないかを考えればいいだけなので、問題は、支払いのことが気になってるっていう情報があるのに、そこの先を詰めないことの方がどっちかっていうと問題です。詰めるっていうのは制約を迫るんじゃなくて、悩んでる要因を解消してあげる提案ができてないっていうことが問題だっていうことなんです。支払いで気になってるってことは、何回だったらいいんですかっていう、何回だったらご都合大丈夫ですかって、私だったらすぐに聞きます。で、その場でシミュレーションして、次々いくらになりますよっていうことを言って、あ、もうちょっと安くできますかって言って、じゃあ12回、16回とかにしましょうかって言って計算し直すとか、まあそんな感じですよね。だから何が要因で
イエスと言えない障害になってるのかっていうのを全部取り除いたら、本来は制約でしかありえないんですよね、答えが。だから、何かを持ち帰る要因を持ってて、疑問に思っていることを残してしまうから、イエスかノーかの答えが出ないということです。だから少なくともイエスに近いところになるようなノーの答えは全部質問しながら消していくということですね。不安を解消するというふうにも言いますけれども、消していって、だからイエスしか本来は残らない状態でも家に帰って考えますっていうことは、本当のノーを教えてくれてないということになります。だってここの脳を全部潰せば本当はイエスしか答え残らないはずなのにっていうことですね。だから私が、まあ、若干想像がつくかどうかは別としてなんですけど、営業の時にやってたのはやっぱりこの手法ですね。反対になる要因を全て、消していくっていうことです。なんとかでお金の支払いがとか、まあ、納期がどうのこうのでとか、まあ、いろいろこう不安要因、まあ、不安要因は何なのかっていうのを掘り下げる質問をする能力が必要なんですけど、でそれを言ってきたの一個一個全部潰していったとするじゃないですか、向こうが望むように。そうすると答えって本来イエスしか出ないはずなんですよね。でそこで決まらないっていうことは、本人がもともと冷やかしだったか、やる気がなかったか、あとは例えば法人の場合だと当然社内をね揉まないといけないんで、その時には答えが出ないのはよくわかるんですけど、個人の場合には自分が決裁権限本当は持ってるはずなんです。ご主人が持ってる場合にはちょっとお時間かかるかもしれませんけれどもね。なのでその誰が決裁権限者なのかっていうのを見極めてちゃんと話もしていかなくてはいけないっていうのは、法人であろうと個人であろうと変わらないっていうことです。だからポイントとしては、まあ、お客様が真に望んでることは何なのか、その上でお客様にとって一番いい提案を自分はできているのかどうなのか、あと決裁権限者は誰なのか、ご本人であることが一番望ましいですが、実は裏にいるご主人がダメと言ったら全てダメになるっていうお家だったら、ご主人を説得するための要因をご本人に持たせなくちゃいけないんですよね。はい。なので割となんか曖昧な答えを残したい教師の先生って多いんですけど、考える余地を与える、なんか迫ってるような気がして押し入りみたいで嫌だとか言う人いるんですけど、もやっとしたものを残して返す方がよっぽどその来た時間を無駄にすることになるので、基本的に対面でお話をしていて、ご本人がね講座に来るか来ないか迷ってるって言ったら、不安要素とか迷ってる要素は全部打ち消していくような答えを明確にしていくっていうことですね。でこれをやることによってイエスかノーかの絶対答えは出るはずなんですよ。で皆さんがなんでこれを作業ができないかっていうと、ノーの答えをもらうのが怖いからです。イエスが欲しいから、イエスってもらえるようなノーになるような要因をあんまり言いたくないみたいな感じで、そうじゃなくてですね、お互いに納得して前に行かなくてはいけないので、不安要因はやっぱり潰さないとダメなんですよね。でそれによって不安要因を残したまま無理やり制約してしまうと、後で文句言われるし、後で解約になったりとかします。だから最後の爪のところでのお話し合いっていうのは、基本的には不安要因を潰していくこと、だから脳の要因を潰していく、潰せない脳は、うちはそこまではできませんっていうふうにしてこちらからお断りするっていう、まあ、そういうの結論であってもいいわけですよね。だからお話し合いとか特に制約のプロセスっていうのは、お客様の本心本音を引き出して、でその上で土俵に立って、かつプロとしてのお客さんが思ってる世界をよりさらにいいものとして提案できる知識と知恵を渡してあげる、まあ、それによってイエスかノーかどっちか答えを出してもらうっていう、まあ、単純にこれだけの話なんですけれども、そこが怖くて聞けないとかですね、断られるとショックを受けるとかっていう方いらっしゃるんですけれども、まあ断られるのが当たり前っていう部分でもしも考えているのであれば、そんなに傷つかないし、そもそも脳の要因を全部潰してってるのに断るっていうことは、その人はもともと見込み客ではなかったという結論になりますので、まあ、その見極め能力が早い段階で見極められるようになるとですね、もうそんなに熱入れて話さないで済むので、まあ、その領域にまではちょっと経験値がないと難しいかもしれないですけどね、そういうロジックです。だからそのなんていうんですかね、
お客様とねお話をするときに真の望みは何なんだろうっていうことを考えながらお話をしていくと、おのずと制約へ近くなっていくし、お互いにとってウィンウィンのいい状態で気持ちよくお金も払ってもらえるっていうことで契約していくことができますので、その制約のロジックの中心の部分の考え方、お客様が真に欲するものを聞こうとするこの姿勢が必要だということを、意識していただければというふうに思います。それでは。